代々木上原駅は東京都渋谷区西原3丁目にある小田急電鉄東京地下鉄の駅である小田急電鉄の小田原線と東京メトロの千代田線が乗り入れている千代田線は当駅が終点であるが一部の列車が当駅を介して小田原線と相互直通運転を行っているそのため当駅は共同使用駅となっており小田急が駅を管轄する 駅番号が付与されており、小田原線は、往例後、千代田線は C01 となっている。小田急電鉄の駅長所在駅であり、新宿管区代々木上原管内として、三宮京駅等駅間を管理している。なお、東京メトロの駅としては、表参道駅、勤務管区明治神宮前地域の非管理駅である。代々木上原駅周辺の空中写真国土、 交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成駅開設当時の代々畑上原は当時の地名に由来するものである。現在の代々木上原は1932年10月10日東京市中国に隣接する五郡八十二町村の東京市への編入によって渋谷町、駄田谷町、代々畑町が合併して 東京市渋谷区が成立した際に変更された住所である東京府東京市渋谷区代々木上原町から後日変更したものである。島式ホーム2面4線を有する高架駅。千代田線は中2線を使用し、小田原線との直通に対応している。前日の通り、駅管理は小田急が行っているため、駅名標は全ホーム小田急使用であるが、 千代田線の列車が発着する2.3番ホームは帯の色が千代田線のラインカラーである緑色となっている。また、3番ホームのみ、東京メトロ仕様の発車表と車掌が取り扱う発車ブザーのボタンが設置されている。東北沢川に千代田線折り返しのための引き上げ線が2本ある。かつて千代田線に乗り入れていた東日本旅客鉄道の209系や203系は、 小田急線への乗り入れができないため、この引き上げ線を使って必ず東駅で折り返していた。かつて特急ロマンスカー、朝霧号に JR 東海の371系電車が運用されていた頃は、私鉄の駅ながら JR 東日本の車両と JR 東海の車両がホームを挟んで並んだり、また引き上線と本線の違いがあるもののすれ違ったり、 対面するシーンも見られた。また、小田原線は当駅から西隣の東北沢駅までは複々線になっており、東北沢まで電流線を含めて6本の線路が並行していたが、当駅梅ヶ岡間の地下か複々線化工事のため、急行線の使用を休止し、暫定的に観光線のみで運転していた。2013年3月23日の地下化後は、 急行線のみで運転していたが、工事が2018年3月3日に完成したため、観光線の使用を再開し、複々線に戻った。当駅東北沢駅間は、工事の進捗に伴い、北側から列挙すると、一家のように使用する線路を変更している。発着可能なホーム、代々木上原東北沢間は、工事区間のため揺れる区間がある。 各ホームに階段が2箇所ずつ、計4箇所あり、小田急の重量編成の6.8号車付近となる。エスカレーターは駅構内には存在しない。各ホームにエレベーターが1箇所ずつ、計2箇所あり、小田急の重量編成の7号車付近となる。売店は3.4番ホームに東京メトロ系のものがある。かつては1.2番ホームに、 小田急系の売店があったが2018年に廃止され、2020年2月時点では自販機スペースとなっている。ホームドアは、千代田線ホームで2019年10月12日から、小田急線ホームで2020年3月22日の初電から使用開始した。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員は、下表の通り。 ホーム下にあるコーデイ、代々木上原は、耐震補強のためのリニューアル工事を実施した。2009年2月26日に、文京堂書店や、サンマルクカフェ、中宇などの一部店舗がオープンし、改札側は2011年6月23日に、リニューアルオープンした。駅近くの井の頭通りに、代々木上原駅停留所があり、京王バスの路線が発着する。 2010年7月1日からは、渋谷区、コミュニティバス、八甲バスが乗り入れ、西原児童遊園地付近に乗り場が設置されている。2008年3月15日より、小田急の特急ロマンスカーが、東京メトロ線への直通運転を開始した。当駅には乗務員交代のために運転停車するが、乗客の乗降は取り扱わない。また、 東京メトロ線内のみ乗車することもできない。詳しくは小田急ロマンスカーを参照。注車区店ありがとうございます。